トカード発動、エクシーズ熱戦。モンスターエクシーズがバトルで破壊された時、ライフを1000支払うことで、互いのプレイヤーは破壊されたモンスターエクシーズを素材として、同じランクのモンスターエクシーズを特殊召喚できる。特殊召喚？現れろ、ヒロイックチャンピオン、エクスカリバー。ただし、この効果で召喚されたモンスターエクシーズはバトル終了時に破壊される。さあ来いユマ、今度はお前の番だ。希望をホープを召喚しろ。ホープを？じゃなきゃ面白くねえだろ。お互いエースモンスターで勝負だぜ。あえてナンバーズと戦うというのか。いいぜ、その勝負受けて立つ。来い、現れろ、ナンバーズ39、希望ホープ。さあかかってこい。希望をホープでエクスカリバーを攻撃。ではエクスカリバーの効果発動。バトルするときオーバーレイユニットを全て使うことで攻撃力を倍にする。攻撃力4000、ホープの効果発動、ムーンバリア。守ったぜ。しかしここでバトルが終わればエクシーズ熱戦の効果でモンスターは破壊される。そしてフィールド魔法の効果で300ポイントのダメージを食らってお前の負けだ。いや、俺にはまだこのカードがある。何？ガットミングだ。これこれは手札から速攻魔法ダブルアップチャンスを発動。モンスターの攻撃が無効になった時、攻撃力を2倍にしてもう一度攻撃ができる。何？攻撃力5000だぞ。いけー、ホープ君ダブルスラッシュ。うわっ、決まった。最後にファイナル進出を決めたのはつくもゆうまだ。